ちょっと今日はちょっとこの辺にしとこうかな。この辺で。いやちょっと厳しいわ。すいません、必ずここから立ち上がってくるわ。必ず2年後シャボン玉シティで会おう。ドン。ちょっと終わろうと思います。終わった終わった。痩せ型の真似するのも疲れるな。地声は楽だ。デブにはきついきつい。この後ジローでも食べに行こうかな。切れてない。嘘だ。あの咳払いする V や声作ってるみたいなそういう話あるじゃん。そういう話あるか。もしかしたら俺がいつも地声で喋ってないことがバレちまうかなと思って、ちょっと今申し訳ないなって。あんま咳払いするとその懸念があって、ちょっとあんま咳払いしたくないんだよ。いやだって地声出ちゃったら本当になんか幻滅されちゃうっていうか、あのイメージと違うって言われちゃうかもしれないから。あやばい、やばい、危ない。今聞こえてないよね。今危な、うわ聞こえたかと思った今。あっぶね、マイク入ってたよ。マジ。うわ終わったわ。いやちょっと当アーカイブはちょっと編集して後ほど公開させていただきます。一旦非公開かな今日のアーカイブは。さすがに、うわやらかしたな。編集点作っとこう。ペッ、ここ編集点でお願いします。今の編集点でなんてやってますけどもね。平和ですね今日も。あ、エンさん、はい、これ返すねとりあえず。あれありがとう、お金。わあでけえ。なんかゲーム落ちたんですけど。は？は？いやマジは？いやマジ泣いてんだけど。やべ、普通にやべ、地声出るわこれは。さすがにやべ、もうさすがに地声出るこれは。あのマジ無理、ありえない、マジありえない。あの次もないわ、普通にキモすぎ、ありえない、マジでだわ、バカだわマジで、意味わかんねえ。はぁ、あ、ちょ、もっかいや、ちょ、俺は何回デイ16をやんなきゃいけないんだよ。教えてくれよ、誰か教えやって。はい。こんばんは。こんばんは。今日から新人です。入りました。本間ひまわりと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。今日新人。あ、始まったな。今日新人。あ、何？今日先輩やからな。先輩やぞ。ところで新人、一つ聞きたいんだが、バチバチの上の方に設置しちゃった柱ってどうやって取るんすか？ずーっと取れなくて、カナカナの話一切聞いてなかった。ねえ、なんで？見て見てや、見てや見てや見てや、なんで？そんな話一回止めて聞けばよかったじゃん。話、そんな一回やればよかったじゃん。止めて一生懸命話してたのに。じゃあもう最後まで言わなくていいじゃん。いや、地声が出てる。ああ、すいません。やめて。ねえ、ねえ、ねえ、配信中だわ。お前裏の俺の感じバレちゃったじゃん。そんなナヤナヤしてない。地声バレちゃって。そんなナヤナヤしてないでしょ。イブラヒムさん、やめてよ本当に。やりますか。はい、どうも剣持ちとやですよ。はい、あれこの声じゃなかったっけ。やべ、ちょっと本物の声聞き忘れてきたな。ちょっと待ってね、どんなんだっけ。どうも剣持ちとやですよ。あ、これ OKOK。 はい、ということでね、お待たせいたしました、剣持ちとやでございます。声どうしたの。もうちょっと高かった気がする。ちょっと待って、お前それも本当かわかんないぞ。結局みんなでじゅんぐりじゅんぐりにやってんだから、剣持ちとやって。それがオリジナルかわかんねえんだからな、お前が思ってるんだって。今日のオリジナルにしていけ。本物じゃなくね。そうだぞ、そうやってやってるんだぞ。クラッシュみたいなことだぞ。いや、クラッシュはね、一人ですけど、一人一匹ですけどね。仕方なしやぞ、今日だけやぞ、ほんま。仕方ねえな、リスナーが望んだらやってるよ。ね、中止よ。頭いいやって、別に熱くねえよ。イヤホンつけて普通にやってくれ。ね、恥ずかしいからできない。ふざけないと私はできないな。女に甘えてんな、うるせえ。あ、熱中症だ、早く病院に行って、うるせえ。
今ね、読み上げしようと思った。怖い。なんか最近ね、配信停止しようと思ったらできてないことが多々あって怖いんだよね、これ。いつかなんか事故るわ。どうしよう、終わった後私の地声がめっちゃ可愛いことバレたら。どうすんの？そういう系の事件起きちゃったら。いたじゃん、そういう人。見ましたよ。あれね、切り抜きで見た。かなえさんとかので見た。地声がすごいから。そういうのでさ、私がさ、配信切ったと思って、なんか、何？ああ、疲れた。ねえ、ママ、ご飯まだ？みたいなこと。でも、どうすんの？そんな可愛いのだったらさ。ねえ、ママ、ご飯できた？とか。どうすん？てか、一番やばいのあれじゃない？なんか、実はさ、横にリゼがいてさ、もう、アンジュ、構ってよ。なもんよしよし。ね、後で、なんか、よし。なんか、ダメだ。これ、リゼに怒られるわ。というわけで。引っ掛け問題だった。あ、そうなの？よかった。でも、黄色って言っててよかった。なんだよベバ、売れば今機嫌が悪いんだ。下手なことを抜かしたらついと痛めに遭ってもらうぜ。ボス、なんてことをチームにやるの。おめえ、ダメにあったんだ。ババこの町のお宝伝説に出てくるあのスターターだろ。伝説の宝が本当にあるのかどうかはどうでもいい。地声出てました。キャッ、恥ずかしい。みんな、聞かないでよね。ほんと始まってないだと？あれ、始まらないなあ。じゃあ今なら素の声出してもいいか。緊張するな。緊張するな。これなんで始まらないんだろう。これなんでだろう。あ、てか始まっとるやないかーい。いや、もう全然始まってへんと思ってたのに。でも始まっとるやないかーい。メンタルが強くて羨ましいですみたいなことも、まあ多々言われるわけでございますよ。僕としてはメンタルが強いことの欠点があると。ドラマ作りにくい、ね、これはね、ドキュメンタリー性が低いっていうことなんですよ。僕ちょっとね、だからね、お涙ちょうだいがしたい。お涙ちょうだい、羨ましいんだよな。あ、ちょっと待ってください。ちょっと電話かかってきたね。ちょっとあ、もしもし、あ、運営さんですか？あ、はいはい、大丈夫です。今配信中、あ、ミュートなんで大丈夫です。はい、あれからはもう立ち直りましたから。はい、みんな死にましたけど、もう立ち直りました。うん、あと次郎と三郎とかやっぱ食わせないといけないんでね。はい、やっぱね、本当に悲しくて今涙止まらないような、気を許すと涙が出ちゃうような状況ですけど、それで遅刻しましたけど、でもそれでも配信しているっていうのはやっぱり嫁子を食わさないといけない。うん、遅刻はやっぱいけないことですけどね。やっぱそれでもね、守るものがある。今頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。あ、戻りました。すいません。遅刻はするな。許されなかった。